写真屋でバイトをしていた時の話。もう7、8年近く経つかな。それぐらい前のことなんだけど。その頃、僕は東北の実家から出て、横浜で知人の家に居候していた。家から仕送りもなくて、バイトもそんなにがっつり入れていなかったから、まあお金がなかったんだ。でもそうやって生活に割く金はなくても、不思議と遊びに使う金はあるわけで、旅行に行ったんだ。年末から年始にかけて10日間ぐらい、もちろんバイトは休みだった。行程としては、一度九州まで行って、それから中国地方、四国、近畿、北陸をぐるっと回って実家へ寄って、その後横浜へ戻る、というルートだったんだ。それでカメラ片手に、出雲大社やら、鳥取砂丘、道後温泉、京都の寺社もろもろ、東尋坊なんかの写真を撮ってきたんだ。それで横浜に戻ってきてからは真面目にバイト、お金もほとんどなかった。何よりも年明けは忙しい。帰省した人や初詣やらで写真を現像したい人は多い。加えてその時デジカメプリントの半額セールをやっていたのでかなり繁盛していた。それで僕はデジカメプリントされた写真のチェックをしていた。右端に黒い部分が出たりとか、そういう技術的エラーの写真は弾いたりするんだけど、まあネガのチェックがない分、多少は楽な仕事だった。その当時はデジカメを使うのはまだ若い人の方が多かったから、仕事をしている立場から言うとあれなんだけど、若い人の写真は見ていて面白かった。ちょっとアレな写真とか、可愛い子の写真とか、ついつい見てしまう。そんなこんなで大量の写真をチェックしていると、ふと既視感を覚えた。あれ?と思ってよく見ると、出雲大社の写真だった。ああ、通りで、と納得しながら、偶然だなぁと思いつつ、写真をチェックする。と、また、既視感。鳥取砂丘。他にも、僕が年末回ったところの写真が、どんどん出てくる。偶然にしても重なりすぎだろうと、何とも言えない気持ちになりながら、二度目のチェックをして気づいてしまった。プリントされている日付が一緒。僕の工程と全部一緒。僕も自分のデジカメの写真をプリントしようとしていたから、はじめは自分のかな?と思ったけど、カードは僕のデジカメに刺さったままだし、時折僕が行っていない、よくわからない場所の写真も何枚かあった。念のため自分のデータを見てみると、その問題の写真と場所が被っている写真は全部日付が一緒だった。なんだこれ?と思いながら何度も見てみるが、やっぱり一緒だった。この辺からちょっと本気で怖くなってきた。ストーカーかと思ったんだけど、そんなことされる覚えはない。ただの偶然だろうと思い込もうとしても気味が悪い。で、よーく見ると変なんだ、この写真。普通は観光地に行って撮る写真って人物とか建物とか、あとは風景とかですよね。でもこの写真は
そういうのではないんだ。何を映しているのか全然わからないんだ。技術として下手くそというわけではなく、これ何が撮りたいんだ？みたいな写真ばっかり。あと、人が写ってない。写ってないというか、写ってはいるんだけど、その人をフレームに収めようとしているようで、していない。というか、同じ人間が写っていないんだ。なんとなく、人物プラス建物の記念写真かな？というのがあったんだけど、そこに写っている人は他の写真のどこにも写っていない。なんと説明したらいいか、とにかく全体的に奇妙な感じの写真ばかりだった。背景に僕が混じってないだろうな、と探したけど、それはさすがになかった。写真の場所と日付が被っているのは、東尋坊までだった。というか単純に、僕がそれ以降写真を撮っていなかったからなんだけど。普段の写真も、東尋坊までだった。とにかく気味が悪かったから、僕はただの偶然だと忘れることにした。結局その後、僕は仕事中のプリントで心霊写真を2連発くらって、翌月バイトを辞めた。普段の写真は僕が辞める時もまだ引き取られていなかった。ちなみに受付の時の電話番号は携帯で、他のバイトがかけた時通じないと言っていたし、受付をした時は忙しかったから顔も覚えてない。時々そうやって引き取られないまま放置される写真もあるんだけど、物が物だけに気味が悪かった。僕が辞めた後で、写真が引き取られたかどうかはわからないし、特にその後変な目にも合わなかった。単純に偶然が重なって重なってまた重なった結果だと思いたいけど、その時の旅行のルートは自分でもやや面倒というか非効率的な回り方だったのが少し引っかかった。忘れるように努めたとはいえ、本当に気味が悪い体験だった。私が以前付き合っていた男性は、中国地方の山あいにある集落に住んでいた。水道は来ているけど、みんな井戸水を飲んでいるような、水と空気のきれいなところでした。ある秋の連休に、彼の地元を見に連れて行ってもらいました。私が行くと、集落からわらわらと人が出てきて、〇〇くんの彼女か、と挨拶をしてくれました。いい人たちだなぁと思っていたんだけど、変なことがありました。山に一番近いところにある家は、あぜ道沿いにあって、農機具を置くような粗末な小屋だったんですが、そこから、女の人が出てきたんです。ものすごく綺麗な人でした。深紅のような晴れ着も似合っていました。私が見とれていると、なぜか周りの人が女の人に帰れ帰れときつく当たり出した。女の人はケラケラ笑って山の中へ入っていきました。どうして晴れ着を着て
山の中へ入っていくのか全くわかりません。彼氏に聞いても答えてくれないので放っておくしかありませんでした。彼の家で山で遊んだ話などをしてくれて、山のどこに何があるのか全部わかっているという自慢をするので、次の日山へ連れて行ってもらいました。キノコのあるところとか沢とか楽しかったのですが、山深いところで開けたところに小高い土の山みたいなものがあって、あれは？と聞いたら、あそこは何もないよ、と彼が別の方向へ歩き出そうとしました。そうしたら晴れ着の女の人のケラケラ笑う声が聞こえてきて、ものすごくびっくりしました。怖かったので逃げようとしたのに、女の人の方も気になって逃げ遅れてしまいました。女の人は土の山のてっぺんに立って、ケラケラ笑いながらこっちを見ていた。よく見てみると、土の山の上には井戸のような石組みがありました。女の人はケラケラ笑いながら、その井戸にペッと唾を吐いた。井戸に唾を吐くというのは、なんというか不謹慎な感じだったので、気持ち悪くなって逃げようとしたら、彼氏がいなかった。女の人は、ケラケラ笑いながら、こっちへ降りて近づいてきました。ものすごく怖くて、心臓はバクバクしているのですが、なぜか頭の中は冷静で、ここで明後日の方向へ逃げても、遭難して死ぬかもしれない。女の人は怖いけど、この人と話せば、里まで連れて行ってもらえるかもしれないと考えました。心臓が止まりそうでしたが、自分の方から女の人に近づいていきました。女の人は、私が近づいてきたので、逆に少し意外だったのか、一瞬キョトンとしていました。そのキョトンという感じが普通の人に見えたので、私は少し落ち着いて、すみません、連れとはぐれて道がわからないんです。よかったら一緒に帰ってください、とお願いしました。女の人はケラケラ笑って至近距離まで来て私の顔に自分の顔がくっつくぐらいで止まった。そして、私と一緒にいてはダメ。さらわれる。ここから沢には出られるか？と小声で言ってきた。沢はわかります。と言ったら、今の時間なら沢に沿って降りれば、里の人間が炭焼きをしているはずだから、沢に沿って山を降りろと言われた。すごくキビキビした話し方で男前な感じだったから、ついつい、一緒に行ってください、怖いです、と頼んでしまった。そうしたら女の人は、ダメ。私は仕事があるから、私と話したことは誰にも言わない方がいい。振り返らずに行きなさい。と言った。仕方なく、そのまま沢まで行き、沢伝いに山を降りていくと、煙が見えたので、それを追って行ったら、炭焼き小屋があって、おじいさんがいた。ひどくぶっきらぼうで、おじいさんの方が怖かったけど、里へ一緒に降りてくれたので、大変助かりました。道すがら、着物の女の人のことを聞いたけど、あまり教えてくれませんでした。でも、
お役目があって山に住んでいる。小げに使えに行っていたのだろう。君がお役目にされなくてよかったね。よく無事に帰れた。というようなことを言っていました。男の人の前には小げは現れないから、一緒に行けば大丈夫と、おじいさんは里まで送ってくれました。最後に、彼氏はどうしたのかと聞かれたので、置いてかれちゃって、と笑い話にしたら、おじいさんは、だから、きねえとねんといかんのじゃ、と、ぶつぶつ言っていました。彼氏の家に着いたら、彼氏に土下座されましたが、きねえとかこげとか、一体何なのかと聞いても、知らないと言われて終わりました。その後、女の人と会うこともなく、自分の住む町に帰ってきましたが、彼氏とは別れたので、よくわからないです。なんだか少し、卑猥な話ですね。元彼って、集落の密命を帯びてたんじゃないかと疑いました。焦げにさらわれなくてよかったですね。さらわれなくてよかったです。なんとなくですが、振袖の女の人と同じことをさせられたかもしれません。女の人は巫女装束とかではなく、深紅の振袖を着ていたので、多分、村の男の人に、そういう意味での奉仕をしていたんだと思いました。